皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1992年公開の、エイリアン3。現代、エイリアン3。監督はデビッド・フィンチャー。脚本は、デビッド・ガイラー、ウォルター・ヒル、ラリー・ファーガソン。主な出演は、シガニー・ウィーバー、チャールズ・エース・ダットン、チャールズ・ダンス、など。宇宙空間を漂っていたスラコ号は突発事故に見舞われ、リプリーたちは救命艇で惑星フィオリーナ161へ不時着する。一人生き残り、労働強制施設に収容されたリプリーは、その星が凶悪犯たちの住む監獄として使用されていることを知る。というストーリー。シガニー・ウィーバーが坊主頭になったことが話題になったシリーズ第3作。第1作がホラー、第2作がアクション、とジャンルにとらわれないシリーズだが、本作は全体的にすごく中途半端。前作のラストを無効化してしまう冒頭の展開からしていまいち。その後もリプリーが大して活躍せず、新しい形態のエイリアンの設定はうまく活かされず、サブキャラの魅力が乏しいこともあり、なんだかひたすら地味で暗いという印象だけが残る。ということで、評価は。Thumbs down.